パリーグ西武ソフトバンク2024年4月13日ベルーナ D ソフトバンクの大賞に終わったゲーム終了後ヒーローインタビューに現れたのは8回無失点で先発初勝利を挙げたモイネロだった写真8回2打席連続となる漫談を放ち軽めのドスコイでファンと盛り上がる山川撮影白鳥よしき。 満塁弾2本で8打点を挙げていた山川の登場を信じていたスタンドのファンにどよめきが起こった。モイネロが、ファンの皆さんありがとうございます、と声援に感謝。日本語でメッセージを求められ、恥ずかしそうにしながら一生懸命答える姿に大きな拍手が送られた。山川は前日の凱旋試合で古す、西部ファンから地鳴りのようなブーイングを浴びるなどしていた。 FA 遺跡に絡むファン感情に配慮した形となった。ネットでも、さすがに山川のヒロインはないよね、8打点でもヒロインに出られないのが草、コレベルドのヒロインにあの人呼ばれちゃうのかな子は、と思ったけど萌ちゃんだったっぽい、平和的解決、と話題になった。